神楽様、皆さんがいらっしゃいました。ああ、ご苦労。ってこれだけか。他はどうした？如月少佐とノエルさんは怪我のこともありますので休んでいただきました。特に如月少佐はまだ動ける状態でもありませんので。セリカさんは如月少佐の治療に専念しています。椿弥生少佐は他に調べたいことがあるそうです。調べたいこと？ひどく神妙な面持ちでしたのではっきりとはお聞きしませんでしたが。そういや椿、あの戦いの後ちょっとおかしかったもんね。やっぱり如月先輩のことかな。あんまり思い詰めてなきゃいいけど。また何か無茶をしようってんじゃねえだろうな。響、念のため監視をつけておけ。無駄だ。どうせ異材酔いを使われたら監視の目など役に立たん。観測すら不可能になるぞ。確かに。クソ、こんなことなら異材酔いも預かっておきゃよかったぜ。何にせよ今はこっちも手一杯だ。椿のことは後回しにしてひとまず本題に入るぞ。集まってもらった理由は全員分かってると思うが、今この世界に起きている状況の確認とその対策を協議するためだ。帝と、あの空に浮かんでいる黒い球体についてだな。そうだ。それから突然いなくなったラグナザ・ブラッドエッジについても話さねばなるまい。ラグナ君か。そういえばさ、ノエルンと如月先輩をあんな風にしたのはラグナ君なんだよね。それって一体どういうこと？彼って本当は何者なのさ。待て待て、慌てるなっての。こういうのは順序立てて一つずつ片付けねえと分かりづらい。その通りだ。だが確かにラグナについては先に説明しておく必要があるな。どのみち奴が重要なファクターである以上、誠たちも知っておくべきだろう。ラグナがこの世界にとってどのような存在なのかをな。いっそラグナがカグ土に現れてから、つまり最初から全てを説明してやってもいいぞ。どうする？珍しいな、ここの絵。お前が進んで説明してくれるなんて、どういう風の吹き回しだ？今は情報の共有こそが利害の一致につながると判断したまでだ。茶化すならこの話はなしにするぞ。おっと、早まるなよ。そうだな。確かにラグナについては全員が情報を共有しておくべきだろう。あいつがイザナミを倒すための核だってんならなおさらな。ここの絵、最初から説明を頼む。ふむ、いいだろう。待て、その話は本当なのか？ラグナザ・ブラッドエッジならイザナミを倒せるだと？そうだ、今現在死の化身であるイザナミを倒せる可能性があるのは奴の持つ青の魔導書だけだ。だからこそ我々は今一度青の魔導書、ブレイブルート、ラグナザ・ブラッドエッジについて知る必要がある。姿を消したそのラグナを探すためにもな。なるほど、了解した。話を続けてくれ。まず、そうだな、死神がカグ土に現れるより少し遡ったところから始めるとしよう。
お前たちも知っての通り、アキツをはじめ2つの統制機構支部を襲撃していたラグナは死神と呼ばれていた。その目的はただ一つ、釜の破壊だ。そしてそれからすぐにラグナ・ザ・ブラッド・エッジの名は世界中に知れ渡ることとなったわけだ。奴の首に史上最高額の賞金がかけられたことによってね。無理もないぜ。釜は統制機構にとって最も重要な施設だ。そいつを破壊した上、アキツ支部に駐屯していた一個師団まで丸ごと壊滅させちまったんだからな。おかげでアキツの環境維持はボロボロだ。余波を受けて当時は俺まで引っ張り出される羽目になっちまった。最高司令官のカグラさんまで。それほど統合本部は死神の捜索に躍起になってたのさ。なんせ統制機構の歴史においても史上2人目の SS 級認定の賞金首だからな。へえ。でもそれじゃあラグナ君の前にも SS 級の反逆者がいたんだ。うん、随分昔だが1人だけ存在したらしい。ま、資料も残ってねえし、今となってはそれが誰なのかもわからねえが。ん？それなら私だ。そうそう、そいつがここの絵で。何？マジかてめえ。昔の話だ。各方面のデータも消してあるし、痕跡もほとんど残ってはいない。気にするな。いやいや、気にするなって言われても。じゃあ何？ここの絵博士は統制機構への反逆者だったの？くどいぞ。昔の話だと言っただろ。大体今となってはここにいる全員が反逆者のようなものだろうが。まあ確かにな。それに私は釜の破壊などしたことはないし、青の魔導書も持っていなかった。統制機構にとって死神は特別だ。どちらも統合本部の連中にとってはこの上なく重要な代物だろうからな。統合本部か。そや、死神が家具土に向かってるという情報が流れた時も上は相当混乱していやがったぜ。ラグナ・ザ・ブラッド・エッジの目的が家具土の鎌だと理解していたからか。そういうことだ。奴らめ相当慌てふためいただろうな。死神についての調査書類はその後すぐに各師団長へ報告されました。確か如月少佐が姿を消したのもちょうどその頃でしたね。ジンは当時兄であるラグナに対して異常なまでの殺意を抱えていた。それが原因だろう。その時の秘書官ノエル・バーミリオン少尉の証言にはこうある。ラグナ・ザ・ブラッド・エッジの名を聞いたジン・キサラギ少佐はその名を何度もつぶやきながら笑っていたと。そしてジンは統制機構から姿を消し家具土へと向かった。ラグナを追ってな。報告書によればさらにその後諜報部とノエルさんが消えた如月少佐の捜索任務に当たっています。命令の出所は不明ですが。諜報部、狭間大尉だね。そういえばお前も諜報部だったな、マコト。うん、でも私は狭間大尉とノエルが一緒だったなんて最初は全然知らなかったよ。結果的にラグナを追ってジン・ノエル諜報部、そして他の統制機構の英士たちや賞金を狙った戸が追いまでもが家具土に集結することになったわけだ。それから第七機関も動いてたんだっけか。その通りだ。私もテイガーを家具土へと向かわせた。私は死神との接触には成功したものの、最重要任務だった青の魔導書の入手は残念ながら失敗に終わった。その後
ラグナザ・ブラッドエッジはカカ族の村を経由し、排水施設を抜けてカグツチの統制機構支部へと向かい、そしてそこで実の弟であるジン・キサラギと遭遇することとなった。ジン・キサラギの中にあったのは兄への強い殺意だ。奴はその場でラグナに斬り合いを挑んだ。だが叶わなかった。当然だ。アークエネミー雪姉さんに心を飲まれたままでブレイブルーを持つラグナに勝てるはずもない。ジン・キサラギ本人は自称兵器に心を飲まれているなど夢にも思っていなかっただろうがな。とはいえ、あのキサラギ少佐を一方的に叩きのめすとは。世の中、上には上がいる。現にジン・キサラギを倒したラグナも、そのすぐ後己よりはるかに強いものを見ることになる。サノーユニットか。そうだ、スサノーユニット六英雄白面だ。かの対戦の英雄ですか。ラグナさんは生きた心地がしなかったでしょうね。狂犬と同じくらい相手にしたくねえ化け物だな。私としてもあのタイミングで白面にラグナを殺させるわけにはいかなかった。そこで白面を自傷干渉でずらそうと試みたが、あいにくディスペルされてな。あの時は一瞬スサノーユニットを境界の狭間からサルベージしたことを後悔しかけたぞ。それでその後ラグナ君はどうなっちゃったの？ラグナ本人の力か白面の気まぐれかは分からんが、とにもかくにも奇跡的に奴は白面を退けた。そしてようやく釜の前にたどり着いたというわけだ。すっごい、大戦の英雄に勝っちゃったんだ。改めて聞くととんでもねえ話だな。では当然ラグナさんはその後目的であった釜を破壊しようとしたわけですね。いや、ラグナは釜を破壊しなかった。すでに奴の目的は釜の外に出ていたからな。目的だと？目的とは釜の破壊ではなかったのか。いや待て、そうか、村雲ユニットだな。そうだ、ラグナの目的は釜そのものではない。釜の中で精錬される村雲、すなわち第十三素体を滅することだ。そしてその十三素体はこの時すでに精錬を終えていた。だがなぜラグナザ・ブラッドエッジが村雲を狙う？まさか素体を利用するわけでもあるまい。さあな、そこまでは私にもわからん。なるほどな、それで合点がいったぜ。空き巣の釜が破壊された当時、その跡地から何かが運び出されている。響き。はい。当時の報告書によると、統合本部の命令で諜報部が人型の何かを現場から運び去っています。彼らはそれを出来損ないと呼んでいたようですね。精錬前の第13素体の出来損ないか。ラグナザ・ブラッドエッジはその精錬を阻止するために釜を破壊したということだな。でも家具土でラグナ君の前に現れた素体はもう精錬を終えて完成していた。そうだ。そしてラグナを追っていたノエル・バーミリオンもその場にいた。ノエルが？どうしてそんな場所に？それについてはおいおい説明してやる。とにかく釜の前で相対したラグナと村雲はその場で激しい戦闘を開始した。そしてラ
ラグナ・ザ・ブラッド・エッジは負けた。確かラグナは黒き獣の器、第13素体は黒き獣の心臓だったな。つまり第13素体の目的もラグナか。そうだ、ラグナは村雲を破壊すること、そして村雲はラグナを殺すことを目的としていた。ラグナと融合し黒き獣として生まれ変わるためにな。そしてその時瀕死だったラグナを救ったのが、その場に居合わせたノエル・バーミリオンだ。ノエルがラグナ君を助けた。村雲はラグナと共に構え落ちようとした。その時ラグナを引っ張り上げたのがノエルだ。で、村雲はそのまま釜に落ちていったと。ならば結果としてラグナさんの目的は達成されたということですね。ラグナの目的はな。だが問題はその後だ。勇気テルミだな。そうだ、長く教会に封印されていた勇気テルミが復活した。そしてどうやらテルミを復活させたのはノエル・バーミリオンだ。え、待ってよ、どうしてノエルがそんな奴に力を貸すのさ。自分から力を貸したのではない、利用されたんだ。勇気テルミと奴の器である男、狭間にな。狭間大河、器？テルミはその存在が教会に封印されている間も、狭間という狩り宿を通して復活する方法を探していた。おそらく奴はノエルに自らを認識させるためにノエルを釜に連れてきたんだ。なぜノエルが教会にいたテルミを認識できたのかは、いや、今はラグナの話を続けよう。よくわからねえが、とにかくラグナは村雲を破壊するという目的を果たし、その結果勇気テルミが復活しちまったってことか。そうだ、そしてテルミの復活はラグナにとって最悪の過去を思い出させる結果となった。最悪の過去？因縁ってやつか。確かラグナの右腕を切り落としたのはテルミだったな。そうだ、そしてラグナにとって最も大切なものを奪ったのもテルミだ。だからその時からラグナさんの目的は勇気テルミへの復讐となった。そういうことだ。さて、以上がラグナがカグ土に現れてからテルミが復活するまでの顛末だ。ここからはそのラグナとテルミの戦いについて話してやろう。そして青の魔導書についてもな。先ほども言ったが、もともとあの二人には大きな因縁がある。テルミはラグナの右腕を切り落とし、育ての親をも殺した。育ての親、それがラグナ君の大切な人。でも待ってよ、ラグナ君の右腕って今は何ともないよね。どういうこと？まさかトカゲみたいに生えてきたわけじゃあるまいし。おそらく青の魔導書が右腕の代わりを務めているのではないでしょうか。魔導書は決まった形を持たない。士官学校で習いませんでしたか？もう、そういえば前の時もそんな話が。しかしラグナ・ザ・ブラッド・エッジと勇気テルミにそのような因縁があったとはな。ラグナのテルミに対する復讐心は相当だ。テルミが復活した後、当然あいつはテルミを追った。その手で打ち倒すためにな。あの時はノエルが狭間大尉、勇気テルミに囚われて、それをラグナ君が追ってくれたんだよね。テルミとは戦うなと忠告してやったのだがな、あのバカは私の忠告を無視し、テルミとの戦いに挑んだ。戦うなってのは勝てないからか。
確か結城テルミもラグナと同じようにブレイブルーを持っているんだったな。そうだ、狭間という結城テルミの器はブレイブルーでできている。おまけにそもそもブレイブルーを作ったのはテルミだ。当然奴はその全てを熟知していた。弱点も含めてね。そしてラグナはテルミと戦い、手も足も出ず敗れた。あのラグナ・ザ・ブラッド・エッジが手も足も出ずか。相手は結城テルミ。弱点の露呈した状況ではたとえそれが誰であっても勝つのは難しかったでしょうね。そしてテルミはノエルを草薙として覚醒させた。それはノエルが忘れていた次元境界接触要素体ナンバー12としての姿だ。テルミの目的はこの世界の神であるマスターユニットを消滅させること。そのための剣としてノエルを再精錬したんだ。神を消す、それがテルミの真の目的ってわけか。さあな、本当のところは私にもわからん。だがそれが何にせよ、奴が我々の敵であることに変わりはない。無論、ラグナにとってもな。話を戻すぞ。結城テルミは草薙となったノエルにマスターユニットを破壊させるため構えと向かわせ、自身はラグナにとどめを刺そうとしていた。その窮地のラグナを救ったのが第11素体ラムダ11だ。その件なんだが、以前から聞いてみたかった。なぜラムダがラグナを助ける？イカルが内戦時に消滅した伊吹戸跡地からラムダを回収したのは私だ。その後ここのへお前が肉体を修復しラムダを兵士として使っていた。だがその間あの二人に特殊な接点はなかった。そのラムダがなぜ我が身を呈してまでラグナを助けたのだ？ラムダにはカグツ氏の釜に落ちた第13素体の魂を使っていた。私が教会から引き上げてな。その魂がラグナの窮地に反応を示したのだろう。あらゆる記憶は消去していたのだがな。あれは私にとっても大きな誤算だ。おかげで貴重な素体を失ってしまった。なるほどな、村蜘蛛の魂か。だがここでもう一つ予想外のことが起きた。これはテルミも想定していなかったはずだ。予想外のこと？ラグナのブレイブルーがラムダに搭載していたイデア機関を取り込んだのだ。イデア機関、確か模倣自傷兵器をベースに改良を重ねた高出力機関だったか。そうだ。そしてそのパワーはアークエネミーにも劣るものではない。あれのおかげでラムダは本家村蜘蛛と比べても遜色ない戦闘能力を得ていた。そのイデア機関をラグナのブレイブルーはソウルイーターで取り込んだ。するとどうなったと思う？ブレイブルーがより強くなったか。しかもとんでもなくな。何せあのテルミを一方的に打ち負かすほどの力だ。あの結城テルミを？すごい。さらにラグナはそのイデア機関を利用して草薙からノエルを引き戻した。己の左腕を犠牲にしてな。実に器用なやつだ。イデア機関にあんな使い方があるとは私も気づかなかった。うえ、右腕に続いて左腕まで。って、じゃあラグナ君、まさか左腕も魔導書？いや、左の方は私がくれてやったものだ。人体組織までいじれるのかよ、恐ろしいやつ。何を今さら、私を見ろ。しかしすごい人ですね、ラグナさんは。たった一人で結城テルミを倒し
ノエルさんも助けてしまうなんて。いや、確かに一度はテルミを倒したが、それは奴に致命的なダメージを与えるには至っていなかった。現にテルミはその後すぐラグナたちの前に姿を現している。イザナミ、つまり当時の帝と共にな。そしてそれはラグナにとっては悲劇とも言える再会だった。何？そいつはどういう意味だ？帝こそがかつてラグナがテルミに右腕を切り落とされた時、ジン・キサラギと共にさらわれた妹サヤだったからだ。な、それは本当か？ここの絵、帝がラグナ・ザ・ブラッド・エッジの妹だと？なるほどな。それでガテンがいったぜ。ラグナの奴が妙に帝に固執していたのはそういうことか。その通りだ。そしてそれこそがラグナがイカルガへとやってきた理由だ。自身の手で妹を取り戻すためですか？あるいは殺すためだったのかもしれん。その真意は本人にしかわからんがな。だがイカルガを目指したのはラグナだけではない。この瞬間、ラグナに関わったあらゆるものがイカルガへと足を向けた。私も含めてな。うん、私とノエルもテイガーさんと一緒に魔装船でイカルガに向かってたし。それが帝の狙い通りなのか、マスターユニットの、いや、何らかの意思が絡んでいるのか、あるいはただの偶然だったのかは私には分からん。ただはっきりと分かっている事実は一つだけ。ここイカルガがその後我々と帝の騒乱の地になったということだ。イカルガを管理する立場から言わせてもらうと迷惑な話だが、どの道俺も謀反を起こすつもりだった。そういう意味じゃここの絵、あんたが来てくれて助かったぜ。何を今さら。それにお前、散々私を厄介者扱いしようって。あれはお前が好き放題やるからだろ。俺の部屋なんかも原型とどめてねえし、電気代はバカ高えし。全ては帝と戦うために必要だったことだ。諦めろ。帝か。でも私たち勝てなかったんだよね。だが負けたわけでもね。そして勝つために俺たちは今ここにいるんだ。違うか？うん、そうだね。ではここからは各々がイカルガへ到着し、帝、冥王イザナミと戦うまでの話をしていくか。確か最初にイカルガに到着したのはジンジンだったな。ええ、キサラギ少佐を発見したとの報を受け、自分が秋津へと向かいました。ほう、その時のジン・キサラギの様子を覚えているか？ええ、少佐は相変わらずでしたが、昔よりも少しだけ角が取れたように見えましたね。秋津とは確かラグナ・ザ・ブラッド・エッジが釜を破壊した町だったな。ジン・キサラギはそんな場所で何をしていた？さあ、ただ釜を見たいとおっしゃられたので案内して差し上げました。おそらくはラグナに破壊された精錬前の無落者の確認といったところか。ですがその釜の調査をしているところ、何者かの襲撃を受けたようです。自分が駆けつけた時にはすでにその敵の姿はありませんでしたが、やや疑問を覚えたのは、その何者かの襲撃を受けた途端、同行を拒否していた如月少佐の方から神楽様のもとへ案内してほしいと申し出たことです。ジン・如月はその何者かを相手にして負傷していたか？ええ、大きな怪我こそありませんでしたが、よほど手強い相手のようでした。なるほどな。そこで何が起きたか
おおよその察しがついた。今の話だけで？あの人気さらぎに傷を負わせるほどの相手、かつ鎌に用のありそうなものなど私の知る限り二人しか存在しない。誰だ？テルミとレリウスだが、おそらく後者だ。鎌の再稼働が狙いだったレリウスと鉢合わせした。そう考えれば辻褄も合う。なるほど。確かにあのレリウス・クローバーならば、ジン・キサラギといえど簡単な相手ではあるまい。そしてキサラギ少佐を闇子へと案内している最中でしたね。その闇子から反逆容疑の3名を拘束したとの報を受けたのは。反逆容疑？その3名とはまさか。お前らとノエルちゃんだ。思い出した。あれはひどかった。いきなり人を牢屋にぶち込むなんてさ。仕方ねえだろうが、反逆容疑がかかってたんだから。それにすぐ出してやったろ。よく言うよ、二日酔いで完全に死んでたくせに。神楽様。待て響き、あれには訳がある。ほら、んなことより今は話を続けようぜ。誠たちが来て、そっからどうしたんだっけな。お前な、こいつらに我々の目的を説明してやったんだ。ああ、そうそう、そうだった。帝への謀反についてだな。あの時は驚いたぞ。何せ英氏最高司令官が統制機構と帝に対し謀反を起こすというのだからな。私は神楽さんに密偵を頼まれた時からなんとなく聞いてはいたけど。お前にはいろいろ動いてもらわなきゃいけなかったからな。だがなぜあのタイミングだったのだ。謀反自体は斑鳩内戦の頃から計画していたのだろう。もっと最適な機があったはずだが。内戦が終わってすぐの頃はこっちもいろいろバタバタしてたからな。それに物事には準備ってもんがある。そういうことだ。帝とことを構えるには相応の切り札が必要だった。カグツチの一件の頃はまだその切り札が用意できていなかったのでな。切り札、つまりセリカ・A・マーキュリーか。セリカちゃんには魔素を無効化する特殊な力があったんだよね。正直術式を使う相手には反則的な能力だよ。もっとも、正確に言えばセリカそのものが切り札なのではなく、セリカをキーとして作動するクシナダのくさびこそが切り札だったのだがな。だがそこまで準備が整ってもまだ問題は山積みだった。ああ、封印から解放された狂犬アズラエルの問題もあったし、椿は帝のマインドイーターで操られてやがった。だから俺と九重は二つの問題を同時に解決する方法を探したんだ。闘技大会だな。そうだ、ラグナザ・ブラッドエッジを餌にした闘技大会でアズラエルをおびき出し次元牢に封印する。さらにアズラエル出現の混乱に乗じて椿を結界に誘い込み、ジンジンとノエルと誠の三人がかりで帝の自爆を解く。それが狙いだった。ちょうどラグナザ・ブラッドエッジの目撃情報が出てましたから、いいタイミングでしたね。ああ、椿を探しに行ったノエルちゃんがラグナのやつと出くわした時だな。そういえば神楽さん、あのラグナ君を一方的に叩きのめしちゃったんだって？
まあ、あの時はあいつが勝手に錯乱してたからな。あんな状態じゃ本来の力は出せねえ。奴が勝手に自滅しただけだ。それにあの時は場も特殊だった。ラグナの精神状態が不安定だったのも帝の自傷干渉による影響だろう。だから私は地下に設置した対干渉用の檻に奴を閉じ込めたんだ。そこならラグナも頭を冷やすだろうと考えてな。ともあれ、これで駒が揃ったってわけだ。あとは闘技大会の当日に奴らが罠にかかるのを待つだけだった。椿弥生はラグナザ・ブラッドエッジ引き渡しのため会場に来ていたのだったな。だがアズラエルが来ることに確信はあったのか。餌に使ったのが死神ラグナザ・ブラッドエッジだからな。加えて第七機関のジジイどもが奴を解放したのならば、その狙いには当然青の魔導書も含まれていたはずだ。この木を奴が見逃すはずはない。さすがここの絵博士。じゃあその狙い通りにアズライルはまんまとやってきたってことか。そういうことだ。こうなればあとは楽勝だ。俺とラグナがアズライルの相手をして時間稼ぎしてる間に、ここの絵とティガーが奴を封印する準備を整える。準備が整ったところでアズライルの動きを止め、次元の狭間に放り込む。次元の狭間ってなんか言葉の響きが怖いんだけど、ちなみにどんなところ？さあな。ただこの世界とは異なる場所にあるとだけ言っておこう。アズラエルといえど絶対に戻っては来れん場所だ。この世界とは異なる場所、つまり教会の中ということか。そんなところだ。で、無事アズラエルを封印できたところで目標は達成。あとは闘技大会を中断し死神を引き渡すと言って椿を結界内に誘い込んだ。そこから先は誠たちの出番だ。うん、私もノエルもそれに如月先輩も思いを全部乗せて椿と戦った。最後はちょっと焦ったけどね。椿の剣が如月先輩に本当に届いたと思ったから。椿のゼロ式イザヨイが持つ力イモータルブレイカーは、相手の意識に対し強制的に死を植え付ける。だが秩序の力を持つ人如月に死を植え付けることはできない。だから椿の剣は人の体に刺さらなかった。だけど椿は如月先輩を本当に傷つけたと思い込んでしまった。だからこそ帝の呪縛に打ち勝つことができた。うん、だいぶ手を焼かされたが、これでようやく帝と戦うための全ての準備が整ったってことだな。あとは気を伺い帝の陣営に隙があれば一気に革命を成功させるつもりだったのだが。ああ、カグラが突然これから革命を行うなどと言い出したのだったな。カグラ様が突然なのはいつものことですが、準備をするこちらの身にもなってほしいものです。あの瞬間以上に革命を成功させる気なんかそうそう巡ってこねえよ。あれは千載一遇のチャンスだっただろ。まあな。アズラエルを排除し椿弥生がこちら側についた。セリカの能力でテルミの力は無効化していたし、ちょうど帝の自傷干渉も止まっていた。自傷干渉が止まったのはマスターユニットを呼び出すための儀式を始めるために他ならない。確かに我々が勝つためにはあのタイミングで動くしかなかっただろう。
この世界を観測しているマスターユニットがもし破壊されれば、その瞬間、我々の、いや、世界の負けが決まってしまうからな。だから俺たちには時間がなかった。帝さえ封印できれば、前提、天の矛坂天井の忘れがたみである天の矛坂穂村殿下が新しい帝となり、誰にも気づかれることなく革命は成立する。手はずはこうだ。まずラグナたちがスリカを連れて櫛灘の楔を起動し、その間に俺と九重が帝を拘束するための準備を進める。幸いスリカをキーにしなくても、獅子神バングが天井より預かったアークエナミー宝翼烈天城があれば、楔を起動できることも判明した。俺たちは帝がマスターユニットを呼び出す前に楔を起動し奇襲攻撃を仕掛けるはずだったが、そこには思わぬ邪魔が入っちまった。レリウス・クローバー、カルル・クローバー、ライチ・フェイリン、さらには村雲ユニットによる奇襲攻撃を敵が先に仕掛けてきたのだな。うん、だから私と椿も楔を起動させるために応援に向かったんだよね。敵の目的は明らかに時間稼ぎだ。マスターユニットを呼び出すまでのな。とは言っても、状況としてはまだこちらが有利なはずだった。あいつが俺たちの前に姿を現すまではな。帝ですね。警備は万全だったつもりでしたが、魔法というものは敵に回すと実に厄介なものですね。転移魔法か。あれについてはどうにもならん。やつはそのためにファントムを子飼いにしている。情けねえが、俺も響きもジンもやつの魔法を受けて身動き一つできなかった。油断してたつもりはなかったが、俺も少し敵を舐めてたのかもな。そして我々が足止めを食らっている間に、マスターユニットを降臨させるための儀式が始まった。神おろしに必要な触媒、それは人間の魂だ。うん、その儀式によって多くの者がこの世から消滅した。魂を青へと引き寄せられてな。ひどい。帝は怪奇だとか言ってやがったが、あんなことは断じて許せねえ。人の上に立ってるやつがやることじゃねえ。だが我々が止めねば世界は終わる。あれはそういう状況だった。そして神、マスターユニットがこの世に降臨した。敵の目論み通りにな。ええ、我々も地上から見ていました。空に巨大な釜が出現し、その中から黄金の光が現れるの。本来この世界を観測すべき神が自らの観測する世界に身を下ろすか。そして帝たちはマスターユニットを破壊するためあれを呼び出した。かつて伊吹堂を瞬時に消滅させた化け物、アークエネミハイランダー竹三日月だな。化け物か。確かに。しかし話には聞いていたが、他のアークエネミーと比べてああも桁違いだとはな。あのような巨大な化け物を帝たちは一体どこに隠していたのだ。今の人類には誰も手が出せない場所、つまり空の上、衛星軌道上だ。うわ、そんなのどうしようもないじゃん。そういうことだ。この段階で俺たちはいよいよ追い詰められていた。竹三日月の攻撃でマスターユニットを破壊されれば、その瞬間罪だからな。
儀式によって魔素化した人間もマスターユニットさえ健在なら自傷干渉で元に戻せるかもしれねえ。だがもし破壊されたら可能性は全て消える。何としてもそれだけは防がなきゃいけなかった。レイチェルに展開した月読みユニットによって衝撃こそなんとか防いだが、それもいつまで持つかは不明だった。だから私は対帝のために準備していた全てを竹三日月に対し使用することを決めた。まず最善策は魔素を止めるという手だ。竹三日月は魔素の集合体、魔素さえ無効化できればその活動を抑制できる。あの場に充満していた魔素はレリウスが稼働させた釜から発生していたものだ。ならばその釜に櫛灘の楔を打ち込めば辺り一帯の魔素を無効化できる。私はそう考えた。その間ラグナたちにあの竹三日月を足止めしてもらってな。もし楔の軌道が間に合わなければセリカを直接竹三日月にぶつけるつもりだったし、それでもダメなら私の持つ反応兵器を打ち込もうと思っていた。結果的にはそうならずに済んだがな。櫛灘の楔の軌道が間に合ったということですね。その通りだ。神キサラギと白面に伊吹戸の塔の基部を破壊させ楔を塔に打ち込むことで塔を楔の伝導体と化して釜に落とす。そしてその作戦は見事に成功した。急に術式が使えなくなったからこっちは焦ったけどね。だがそいつは相手も同じだ。魔素を失って活動を抑制された竹三日月は青の魔導書を持つラグナに倒された。ラグナの持つイデア機関には魔素の無効化をも相殺するノイズキャンセラーが搭載されている。私がラグナを行かせたのは全てこの時のためだった。竹三日月を倒したってことはその時点でマスターユニットを破壊される危険はなくなったってことだよね。だといいのだがな。帝の企みを潰したのは事実だが、これで全てが終わったとは思えん。我々はまだ奴を倒したわけではない。現にこの直後帝によってラグナは体内に眠る黒き獣を暴走させられ、ジン・キサラギとノエル・バーミリオンに手傷を負わせた後姿を消した。ジンに関してはかなりの重傷だ。さらに竹三日月を巨大な黒球と変え、帝自身も姿を消してしまった。その黒球は今も空に浮かんだまま人間を魔素と化し、その魔素を吸収し続けている。状況は未だ絶望的だな。ねえラグナ君は黒き獣の器だって聞いてたけど、今の話だとラグナ君本人が黒き獣なの？心臓のない不完全な状態ではあるがな、そんなところだ。待ってよ、じゃあ大昔に世界を滅ぼした黒き獣がラグナ君で、今度はそのラグナ君に世界を救ってもらわなきゃいけないってこと？無論黒き獣としてではなくラグナ・ザ・ブラッド・エッジとして奴には戦ってもらう。世界を救えるかどうかはあいつ次第だ。責任重大ですね。だがやってもらうしかない。最初にも言ったが、帝冥王イザナミを倒せるのは今現在ラグナ・ザ・ブラッド・エッジの持つ青の魔導書しかない。ラグナを探し出すのが我々の急務だ。他にも生存者の避難誘導や
あの国球の対応、それからイザナミやレリウスたちの捜索、やることは山積みだな。その通りだ。さて、これまでのことのあらましはこんなところだが、何もなければそろそろ現状への対策に移るぞ。うん、大体オッケー。こちらも問題ない。お願いします、ここない博士。そうか、ではまず、あの空に浮かんだ国球、レイチェルがエンブリオと呼んでいた物体についての報告からだ。残念ながら依然としてあれが正体不明の何かであることには変わりないが、調査の結果一つ興味深い点を見つけた。反応から見るに、あの物体の内側では大規模な事象干渉が起きている。それも一度や二度ではない、際限なく常にだ。待て、ここの絵だが、あの物体は質量がないのではなかったか。それはつまり、あの物体の内側には何かが存在している、そういうことか。質量がないのではなく、質量が限りなくゼロに近いと言ったんだ。まあいい、問題はそこではない。話は最後まで聞け。状況から察するに、その無数の事象干渉を起こしているのはあのエンブリオそのものだろう。事象干渉は外に向けるより、自らの観測する内側に向ける方がたやすい。あの高間ヶ原も、自らの管理するこの世界以外、つまり断りの外にあるマスターユニットへの介入は不可能だった。それは冥王イザナミですら例外ではない。つまりどういうこと？あの国球、エンブリオは自分の内側に干渉を向けてるから。あれは明確な意思を持って、自らを、あるいは自らの内にある何かを観測しているということだ。な、まさかあれが生物だというのか。そこまではわからん。だがお前たちも忘れたわけではあるまい。あの物体はもともとハイランダー竹三日月だったことを。そもそもアークエネミーというのは意志を持った兵器だ。その自称兵器から形作られたエンブリオが同種であっても何ら不思議なことではない。まさかマスターユニットに自称干渉を仕掛けるつもりじゃねえだろうな。いや、その可能性はない。先ほども言った通り、マスターユニットに干渉することは誰であろうと不可能だ。おまけにマスターユニットは今レイチェルの月読みユニットによって守られている。あれは絶対防壁だ。たとえマスターユニットの干渉であっても傷一つつかんだろう。ですが、あの国球自体が生きている可能性がある以上、監視の目を怠るわけにはいかなそうですね。その通りだ。現状でその目は否定できん。よし、響き、動けるやつをいくつか監視につけろ。だが近づきすぎるなよ。それから具合の悪くなったものはすぐに下がるよう伝えろ。下手すりゃ吸われるぞ。承知いたしました。第7機関も同様に、各地の魔素水位をはじめあらゆる数値の異常に目を光らせている。もっとも、極度の電力不足のせいで、それがいつまで可能かもわからんがな。いや、だとしても協力はありがたい。術式を利用したシステムは全て無効化されてしまった。今や統制機構の施設も9割はただの飾りだ。私は何もしていない。機関を説得したのはホムラ殿下自身だ。そういえば、そのホムラ殿下は今どこにいるの？もうずっと姿が見えないけど。
ホムラ様は壊滅した統合本部に代わり、第四階層都市ナオビの弥生家にて指示を出しておられます。無論残った十二宗家の面々も同様に。ホムラ殿下のおかげで各都市は何とか維持できている。こっちはこっちで早いとこ現状を打破しねえとな。だがどうする、今の我々では明らかに攻め手に欠いているぞ。ラグナザ・ブラッドエッジの居所は全く手がかりもつかめない状態なのか。ああ、黒き獣の反応は一瞬だけ見つかったがすぐに消えてしまった。その後は一切不明だ。エンブリオがマスを吸っているせいでよほど弱っているのか、もしくはすでに消滅してしまったか。おいおい、イザナミを倒すにはあいつが必要なんだろう。戦う前に消えてもらっちゃ困るぞ。そういう可能性もあるという話だ。安心しろ、生きているのならたとえ釜の中だろうが探し出してやるさ。サルベージなら薄面の時にコツをつかませてもらったからな。イザナミもテルミも、それにデリウスも一向に姿を現す気配がねえ。やつら一体何を待っていやがる。あ、椿ちゃん。